ライダースを使ったルックをご紹介していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。ということで、いつもオクテットメンズファッションチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ライダースのルックをご紹介していこうかなと思ってまして、本当に定番のアイテム、まあ、なんだったら冬まで使いますっていう方も多いと思いますし、先日動画でご紹介させてもらってましたけど、エメティっていうね、まあ、本当に今日本ですごく有名というか人気で、とてもいいライダースのね、レザーのアウターのブランドを今シーズンから仕入れさせてもらうことになったので、まあ、それを使いながら、どんなこうスタイリングをしたら大人っぽくてかっこいい着こなしになるのかっていうところをね、お見せできたらなと思います。というわけで、早速なんですけど、まあ、今僕が着てるコーディネート、もうこれがまず、一番最初におすすめの、ルックかなと思います。まあ、オクテットらしいスタイルでもありますし、まあ、大人の男性として定番のスタイルでもあるのかなと思うんですけど、オールブラックですね。まあ、エメティの表側ラムスキンの、ね、ブラックのユリですね。まあ、定番の本当にシンプルなシングルライダースを着用して、中にはウールカシミアのクルネックのニットとブラックウォッシュのデニムですね。そしてブラックのタッセルで、小物で、プンタレっていう感じのコーディネートです。モノトーンのスタイルっていうのがまずすごくやりやすいなと思ってます。ライダース自体はちょっと武骨な感じ、男臭い感じっていうのもありますし、あんまりこれにゴリゴリのカーゴパンツとかチノパンとかっていう合わせ、ワイドなやつとか合わせるよりも、ちょっとこう品よくいくんだったら、白黒グレーとかのモノトーンなアイテムをスタイリッシュにこうスッと合わせてもらうといいんじゃないかなと思います。もうユリ自体が癖がない、本当にこうスッキリした、無駄なことは何もしてないデザインなので、まあ他のアイテムでちょっとだけまあアクセントとかあってもいいのかなとは思ったり、でもまあその印象に合うようにちょっと全身きれいめなアイテムだったりとか、ちょっときれいめカジュアルぐらいのアイテムで合わせるとバランスはいいのかなと思ってます。これが秋冬になるともうちょっとね、寒くなってくるとちょっとこう分厚めな、ニットに変わっていったりとか、まあ、もうちょっとね涼しい時期だったらカットソーだったりとかで、そこからこう徐々に寒くなるにつれて、生地ちょっと分厚くしてみたりとか、そういった、インナーでちょっとこう体温調節をしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、続いてはですね、まあ、ほぼ変わってないように見えるかもしれませんが、実はライダース、はい、メインのアウターを変えて、そしてパンツも変えてます。まあ、パンツが変わったのは多分パッてわかると思うんですけど、ライトグレーのベルイッチのね、スコッチフランネルのね、スラックスですかね、はい、とパンツです。それに対して、メインのこのライダースは、SP レザーっていうね、ちょっとこうマットな質感の表側の、形は一緒なんですけど色がちょっと違う、素材もちょっと違うっていうような、ものに変わってます。一応ブルーグレーっていう色味で、なんかすごいね、こう絶妙な色なんですよ。黒にも見えるけど、とこうネイビーっぽい感じとかグレーっぽい感じとかの色味が混ざってて、で全体的なこう質感としてはさっきよりもこう光沢が抑えられてて、すごくマットなこうしっとりした感じになってると。で、まあ、合わせるのが、まあ、モノトーンで先ほどとあんまり変わってないんですけど、もっと明るいトーンの色味とかを合わせてあげて、ちょっと素材感とかも、冬らしい感じのパンツに、変えてみましたと。こういうブルゾン、ショートタイプでこうコンパクトなサイジングのブルゾンとかだと、こういうちょっとふっくらしたパンツとか気持ちワイドなパンツ、ストレートなやつとかっていうのはものすごい相性いいと思うので、バランス的にぜひやってみてほしいなと、思います。ベルイチなんて特にこうウエスト高いじゃないですか。でこの辺でマークできるんで結構スタイルもよく見えるし、僕みたいなねこう低身長の方とかにも結構おすすめしたいなと、思います。ちょっとねインナーと靴だけ、変えてみたんですけど、こうインナーをねちょっとこうブルー系と言いますかね、まあ、すごい表情のある、モックネックの、ブルーのニット合わせて、足元はネイビーにちょっと変えてみたんですけど、こういう感じのブルー系の合わせっていうのがこうマットなブルーグレーといいますか、こういった色味とかにはすごい相性いいのかなと
思います、まあ、色物をねライダースの場合中に入れて、まあ、ニットとかでねこう楽しんでもらうのってすごいいいなと思ってるんですけど、色目をちょっと合わせてインナーに差し色を使うと、はい、いうような感じでやってみました。メインのライダースは一緒なんですけど、ニットパンツシューズと変えさせてもらいました。まあ、ブルー系で同じような色味なんですけど、ちょっとお伝えしたかったのが、ミドルゲージ、5ゲージのやつもいけますよっていうところがね、お話できたらいいかなと思ってたのと、まあ、あと、ここからさらにね、真冬に向けてなので、ちょっとこう分厚くインナーを変えていくと思うんですけど、どこまでいけるんだろうというのがね、気になるところかなと思いますけど、僕は全然この5ゲージの、クルネックのタイプありかなと思います。まあ、モックでももちろん、タートルでももちろん大丈夫ですし、の厚さまでは全然余裕かなと思いますね。ふわふわっとしたミドルゲージのやつとかも、結構やったりとかはします。素材感のメリハリができて、柔らかいニットの感じとこうキリッとしたレザーの質感っていうのがすごくこう相性としてすごくいいなと思ってるので、ぜひやってみてほしいなと思います。で、下のパンツもアイボリーと言いますかね、ちょっとホワイトに変えて、足元も、グレーのスウェードのサイドゴアブーツに変えてみましたと。さらに、ここから真冬になった時には、まあ、この上からコートを着るとかっていうのも結構おすすめで、こんな感じでね、まあ、ちょっとコートを着てみたんですけど、どうですかね、結構ありじゃないかなと思いますね。まあ、中にニットブルゾンとか、それこそザノネの京都だったりとかドライバーズニットとか着るような感覚で中にライダースを着ると。色合わせもちょっと意識してグレーと靴と合わせるような感じだったりとか、まあブルーグレーっていう色味だったりとか、インナーもちょっとそういった色味で合わせてるんで、まあ、まとまりは出てメリハリもあって上級者っぽいようなね合わせになるんじゃないかなと思います。まあ、肩とかは、結構ね今これぴったりでジャストなんですけど、もう少しねこう余裕のあるコートとか、コートの場合は、まあ、スーツの上から着るとかそういったことを見越してちょっとサイズを上げてたりする方も多いと思うんで、まあ、そういった方はまあ全然着れちゃうし、やれる方はねぜひねやってみてほしいなと思います。ということで次はねこんな感じで、やってみましたと。パンツは一緒で、シューズも先ほど言ってますか、前の前か使ったものの色違いにしてみて、上をねだいぶ色味を変えてみたっていう感じですね。今年に限らずですけど、ここ最近のトレンド的に、こういう淡い合わせっていうのが、まあ、すごくおすすめだなと思ってて、さっきのこうニットとレザーの素材の甘辛の話もそうなんですけど、この色味と、アイテムとのこの甘辛な感じっていうのがまたすごいいいなと思ってて、レザーライダースっていうね武骨なアイテムだけども全部の色味がこう柔らかい雰囲気のある優しい印象の色味で合わせるっていうので、まあ、すごくギャップがあってね、おしゃれな感じは出るんじゃないかなと思います。あとこの色をねすごいいいなと思ってて、ベージュですかね、ヌバックの感じとかがゴツゴツした硬い感じっていうのが全然全く感じなくて、もちろん着心地も柔らかいし軽いし、まあ、そういった意味でも、すごくね、着やすい合わせやすいかなと思います。で、合わせはこうグレージュのインナーで合わせてるんですけど、ちょっとだけ濃い色味といいますかのインナーを合わせて、アウターよりももっと明るいパンツを合わせると、まあ、どっかしらちょっと締めてあげた方がいいのかなと思うので、靴だったりとか、あとは例えば小物とかでダークブラウンとか入れてあげてもいいですし、そういったこうちょっとしたメリハリをどこかこうちっちゃいところでつけてあげるといいのかなと思います。という感じでいかがでしたでしょうか。今回はですね、ライダースジャケットシングルのレザーのブルゾンを使ってコーディネートをねご紹介させてもらったんですけど、他にも結構いろんな着こなしあると思ってて、例えばスウェットトレーナーとかね、スウェットパンツヨガーパンツ履いたりとか、もっとこうゴリゴリのデニムとワイルドに合わせたりとか、着こなし試してみてほしいなとも思うんですけど、大人の男性としてね、30代以降の男性でちょっとこう品よくレザーのアイテムをブルゾンを使いたいなっていう方は、まあ、今回のコーディネートなんかを参考にしていただいて、まあ、ぜひこの秋楽しんでもらえたらなと思います。という感じで、僕らの動画毎日8時に動画を更新しております。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価通知オンよろしくお願いします。あとはもっとこんな着こなし見てみたいですとか、こういうシーンでライダースどうやって着るんですかだったりとか、何かこうご質問だったりとかご要望がありましたら、ぜひコメントだったり
LINE の方でお待ちしております。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。